はい、どうも皆さんこんにちは、エルツです。また今回なんですけども、さあ皆さんいきなりなんですけども、神タンと言ったらどんな敵想像しますかということで、多分大体の人が思い浮かべるのは多分今ですね、こんな感じの、まあ強力な特殊アタッカーがねたくさん入ったこういうね神殴りデッキ浮かべると思うんですけども、今回僕が使うのはこっちです。はい、物理神タンということで、物理アタッカーをメインとした神ターン使っていきたいと思いますと。まあ神の物理アタッカーはね、昔はローランとかゼレールとかね見たんですけど、もう最近はまあこういった神の物理アタッカーのコマっていうのはもうほとんど見かけなくなってしまいましたね。まあやっぱり特殊アタッカーの方がダメージが圧倒的に出るんで、やっぱそれがでかいと思うんですよね。あと見てわかる通り HP がちょっと低めですね。こっちが29000超えてるんで、まあそれに比べちゃうとっていう感じですよね。まあそんな中、一体この物理神タンどこまで玄関系と戦っていけるのかということで、それをねちょっと調べていこうかなと思います。はい、まずデッキ紹介しましょうということで、スワックはアギラ、ローラン、ゼレルが、アタッカーですね。物理アタッカーで、プレイヤーまあスキルで4ターンバフかけてくれますし、コンボスキルもね通常ダメ依存の、特集ということで、かなり相性がいいですね。でローリアンとか、あとイザベラとかもねかなり相性いいと思います。そしてですね、このノア、これねこの動画を撮るためにバトルコイン15まで交換しました。はい、なんちょっとね僕の守護者付けがちょっと遠のいちゃったんですけども、まあ動画のためなんでね交換してましたと。あの白黒マッチのね、同キャラ使用制限が外れたんで2体入れられるんですよね、このブランドノアね。はい、まあ、今回こんな感じのこの物理神タン使ってやっていくんですけども、まあさすがにこういうデッキをまあ使うときって僕はシーズンマッチでちょっと気が引けちゃうんで、練習バトルでいつもやるんですけど、なんとね今回からこの練習バトルにシーズン専用デッキをね選べるようになりましたということで、まあこの機能を使えばね練習バトルでもシーズンマッチさながらの対戦ができるということで、まあ本当に玄関系で戦っていくかどうかをもう本当に調べられるということなんですね。なんでこれからもね、こういったデッキの動画を撮るときは、まあシーズン専用デッキの機能を使ってまあやっていこうかなと思いますということで、今回早速この物理神タンで一体どこまで戦えるのか検証していきましょう。さあやっていきましょうということで、大勝利ですね、アイキさん。申し訳ないですけどあのね冒頭でなんかシーズンマッチ専用デッキ使うことでなんかシーズンマッチさながらの対戦できるみたいなこと言ったと思うんですけど、あまりにもマッチングしなかったので、結局基本的に戻しました。はいまあ実際ね、シーズン専用でやるより多分こっちの方がマッチングもするし、いろんなデッキが当たりますし、同じね大マスターの人と当たりやすいんで、まあ、実際こっちの方が良かったっていうこっちでなんだこれはって学んだ成果を、まあ、できる限りね今後シーズン専用デッキやっていきますけど、こうやってちょっとねマッチングしなかったらやむを得ずね基本的に戻します。はい、というわけで大勝利ですね。果たしてどれだけ戦えるのか、 HP 高いね。いや強いぞ、地獄に行け。ここでどうするかですよね。ローランをどうするかですよね。ここでウェディングドレス似合ってますか。攻めるか、どうするかな。攻めましょう。俺は二度と負けない。手を貸してあげよう。ゴンも相手ですかね、これ。おお強い。8700。まだこれからです。エンディーネ F3 置いてから3倍返しコンボでもいいか。お、なるほど。消してきたと。これローランコンボ繋げに行きましょうか。うん、ちょうどいいですね。行きましょう。投げていきましょう。いつまでも未熟と思う。3倍返し6200、効果力出ますね。ありましたね。さあ、これクラフィコンボつなげにくいんじゃないですかね。ただ F3 に来るかな、これは。盤面的には F3 が強そうですね、相手さんは。ただクラフィコンボ無理につなげるとローランとランデをどうせ通るのでマックスしますよね。ビーナス大船に乗ったつもりでいてくれよ。ビーナス来るか、なるほど
なるほどね。きついですね。ドレスちょっときつくなってきたね、これ。ヴィーナスコンボ使われる。これあー、やばいな、これどうせ来られるな。あ、これいっちゃうんですけど、これね、多分シャッターだったらね、多分ゴリ押せてるんですよね、多分ダメージが出てるんで。まあやっぱね、物理火力ちょっと低いんでね、こうなっちゃいますよね。うん、あ、僕の打ち方もちょっと悪かったかもしれないですけど、やっぱこういうとこあるんでね。時を変える恐ろしさ、負けちゃいますね、普通に。はい、対戦ありがとうございました。勝ちました。さあ行きましょう。暗黒竜ですね。なるほど。南服が巡る。まあこれはあの普通 の、 あの特殊カメタだったら相性はすごくいいんですが、果たして物理だとどうかっていう話ですよね。これちょっと初手迷うな。ロリアンステかな。私が皆を守ってみせる。でね、仕打ち腹筋強いんですけど、アタッカーが引けてないのでちょっとアタッカー欲しいですね。まあ次引けなくても仕打ち腹筋しますけど、任物出してくれ。なるほど。お、アタッカー来たね。じゃあこれ出しましょうか。いや、この位置ほんと強いよね。このバフかかってるうちこの2枚返しできるだけでなく、まあこの後複製回ね、コンボつなげますからね。まあ、ブラン来たんですけど、次 S アタッカー引いちゃったのも最高ですね。ズレールとかアギラとかね。ローランちょっと発動しないんで、オークスがズレール来ましたよ。殴りましょう、これで。輝け真剣よ。強いですね。8300ダメージ入れていく。さあここは多分そうですね、普通 C 打ちですね。じゃあここまたコンボ投げていきましょうか。で、まあ、ここは殴ってきたですね。おお、グランノアが揃ったぞ。まあどっちから出してもいいんですけど、まあ、こっちからいきましょうか。2枚返ししていく。4900。そして次ペレスローいきましょう。次ペアンチョウに来るんで、多分まあただ B4 に来る可能性はまあなくはないですけど、まあそこですよね。じゃあここで竜輪を返しつつ、学んだ成果を見せるとき、フルストローでデバフをやっていきましょう。さあここロンレイコンボに前返しですかね。そうするとまた闇のコンボがつながると。もうトレグレニング出してくる。 SBA に見たな。いて、ま、大船に乗ったつもりでいてくれよ。これは勝ったんじゃないですか。行きましょう。見て、2倍、1倍、6倍、2枚返し7100。よし、勝ちましたね、対戦ありがとうございました。さあやってみましょう。おっとあれですか。いやでも服が巡らんこと、特殊罠が反応しづらいっていう点ではまあ強いではありますね。早く終わらせちゃおう。ただミサトとかディーヤとかそのあたりはね、もう通常にも反応しちゃうんで、それがちょっとやばい気がするんですけど、まあ、イベットとかそういうのを置かれる分にはまあ問題ないという感じなんで、まあ、あれですね、両方外資罠を辺に置かれないことを言ってるだけですね。ちょっとまあ画面が一瞬あれだったんですけど、神でしたと。いやでも神そこで切ってくれたのはまあありがたいね。さあこれですよ、問題。これが特殊罠かどうか。避けられない戦いなら、リンガと引いていく。まあ、これ振り気味に入ってですね、安定な振り気味に。お、特殊罠か来たか。特殊罠来た。ではこれは物理で殴れば反応しない。いいですね。あ、これディアだな。これディアだな。これはちょっと問題ですね。これちょっと処理しますかね。これちょっと処理しないとヤバそうなんですけど、いやでも、いやでもだな。まあ、いかつだな。その攻撃は届きません。あれあれ、あ、セクメトか。1590反応タフス
クメトですかね、それかレーナダリア、レーナダリアだったら話せるか、スクメトかな、返し罠の可能性ないですね、それこれは返し罠の可能性がでかい、まあ、こっちは私が皆を守ってみせる、アタゼルかよ、アタゼルはちょっと分かんないな、さすがにアタゼルは想定つかないですね、完全にスケメタだと思ったんですが、ちょっとこれ見かけてきてるじゃん、これ、おこれダブコン組めるね、アタッカー来い、学んだ成果を見せる時、じゃあこれでリーナ、同席させましょう、我が剣音速を変えろ、さあこれダブコンですよ、でこれね、この下のね、この特殊罠、これ反応してないのがやっぱでかいっすね、これ反応してたらもうだいぶ HP こっち削られちゃってるんで、多分これ今頃こういう遊び心は大事だろ、ええちょっと待って、ちょっと待って、うわやったよこの人、ちょっと待って、いやでもこれはもう投げてくるでしょ、体勢を整えましょうか、これ反応しない、僕には君が、いやこれが強いね、反応しないのいいね、ちょっと君ちょっとやばいね、時を変えるいや、エテクサンマイ来た、味わってもらおう、いやさすがにこいつのコンボつなかせるわけにはいかないな、こいつはコンボ危険なんで、まあここですね、ただこれ耐えるんじゃないですか、さすがに次耐えて、で1000多分 HP 残るだろうから、それでねアギで出してしまえば多分勝てるでしょう、罠出ますが多分飛ばせますね、さあラストはアギラで飛ばして勝ちと、全てをぶつけてやる、よし飛ばしていく、大変ありがとうございました、体は動かない、はい、ということで今回こちらの物理神ターン使っていきましたということで、いかがでしたでしょうかということなんですけれども、まあはっきり言うと厳しかったです、はい、まあこれ以外にも速攻流とかと当たってるんですけど、まあやっぱダメがね、やっぱなんかちょっと物足りない感じがしちゃいますね、これ、うん、なんで物理だけで組むのやっぱおすすめしないですね、やっぱ勝率多分そんな高くないかなと思います、はい、ただローランとかまあちょっと入れる分にはいいかもしれないですね、ローラン全然コンボとかも使っていけるんで、その中、アタッカーがいないっていうと、いう人とかはこのローランとかね入れたりするのはありだと思いますけど、これで物理の神ターンは今のところやっぱそんな強くないですね、だからでもワンチャンね、サードシーズンとかで、まあ、物理神ターン強化入ってくれたら、まあいいかなぐらいにちょっと思っておきましょうかね。まあ、物理後はね、もうだいぶ更新来てないですもんね。多分進化登録が最高かな。うん。で、まあそんなに、やっぱ強くはないのかなと感じましたね。はい。まあ、ただ強さが出たのは、最後のアレス戦ですね。アレス戦のところでめっちゃ強さ出たね。特殊な反応しないやつ。やっぱあれは強いですね。なんでアレスに対して勝率は、まあ普通の神隊に比べると高めなのかなって気がしますね。うん。まあただ、さっき、アレス戦中に言った通り、両方外し罠とか、神とか来ると、まあ終わりなんですけど、あと、特殊罠が反応しないのはまあ強いと思います。はい。っていう感じで今回やってきましたと。いうことで、まあ今後もね、なんかこういうデッキ使ってほしいとかあったらぜひコメントをくださいと。ということでまた次回お会いしましょう。